M92 ファブリカダルミピエトロベ i ッタは、イタリアの大手銃器メーカー。本社は、イタリア北部ブレシア郊外のガルドーネ、バルトロンピアにある。家業歴200年以上の企業の未加盟を許される、老舗企業の国際組織、エノキアン協会の加盟企業である。現在は、拳銃、ライフル銃、短期間銃、散弾銃などの幅広い銃器類を生産している。これらは、軍用、 警察用、民間用、競技用として世界各国で使用されている。現在、フィンランドの小銃メーカー、サコ社とその傘下のティッカ社を買収し、傘下に置いている。ベレッタ社の設立は、公式な記録では1680年であるが、それ以前から、ベレッタ家は、銃器の製造を行っていた。最も古いものでは1526年に、ベネツィアが、 マエストロ・バルトロメオ・ベレッタに対しマスケット銃を注文したという記録が同社に保管されている。ピエトロ・ベレッタはベレッタ社の中高の祖と言われ、ピエトロはベレッタ社の生産設備を近代化し、軍用、民間用のマーケットで成功に導いた。第一次世界大戦中、ピストル不足に悩むイタリア軍からの発注で M1915 を開発。これをきっかけに、 イタリア最大の拳銃メーカーとなる。1934年には M1934 がイタリア軍の正式拳銃として採用される。第二次世界大戦ではイタリア軍に武器を供給したが、イタリア政府の降伏後、一時的にドイツに接収される。終戦後、残った部品を集め M1934 の生産を再開した。 1956年のメルボルンオリンピックのクレー射撃でベレッタ社の銃が初めて金メダルを獲得した。その後もオリンピックや世界選手権で数多くのメダルを勝ち取っている。1985年にはアメリカ陸軍がコルト M1911A1 の後継拳銃292回を M9 として正式採用する。ありがとうございます。